形式目的語。はい、次えき、今日は形式目的語の it をやってみましょう。前回形式、主語の it をやりましたよね。この it は目的語にもなるんですね。便利ですね。では、例文を見て、まずは理解をして理解をしたら音読をたくさんやっていきましょう。まずは口のストレスを外していきます。 口のストレスがなくなってきたら、やっと感情が入ってくるんですね。はい、そんな感じです。繰り返しが大切ですね。はい、では行きます。意味としては、 腕の力を抜くことは難しいと分かったってことですね。まあこれは私のゴルフなんですけど、まあゴルフをやってる方はご存知かと思いますが、腕に力入っちゃダメなんですね、ゴルフってね。腕に力入ると当たらないんですよ。でもこれがね、抜くのが難しいわけ。ね。はい。ということで、それをちょっと心境を述べてみました。はい。じゃあ紐解きますね。愛が主語。ファウンドはファインドの過去形ですね。ファインドは見つけるという意味がありますね。 はい。it が目的語、difficult。これが、えー、保護ですね。形容詞です。難しいという形容詞ですね。はい。文系としては svoc 文系になります。o が c の状態だと見つけるってことは、o が c の状態だとわかるということになるわけですね。はい。svoc 文系の特徴は、o と c がイコールの関係です。それイコール difficult なんですね。それが難しいってことを わかるという意味になるわけですね。じゃあ、この it って何なのってことなんですが、ここは仮、形式の目的語なわけ。要は、前回の形式主語の時と同じで、文章が、単語が長くなった場合ですね、はわかりづらくなるから、とりあえず it を置いとこうよっていう文法なわけ。そして、本当の目的語は後ろ。この不定詞ですね。to relax my arms. えー、arms は腕ですね。 腕をリラックスさせること、つまり力を抜くことですね。はい。それが、本当はこの一頭を指してるわけですね、えー。それが難しいよっていうことですね。 はい。目的語が、本当の目的語が長いので、とりあえず1等置いて、それって難しいって分かったって先に言って、それって何ふむふむと。で、本当の目的語が腕をリラックスさせることっていうことですね。はい。このように英語はとりあえず結論をさっさと言いたいので、相手が分かりやすいようにですね。とりあえず、なんかわからんけど、それって難しいんだよ。え、何が ?to relax my arms。本当の目的語を後ろに持ってきてるっていうことですね。はい。では、この言い方に慣れていきましょう。 うこの、えー、形容詞の部分はですね Difficult とか Hard とか Exciting とか Easy とかあと Fun とかね、えー、いろんな形容詞が入りますはいではまたちょっと自分ネタで恐縮なんですけども <laughs> お酒を完全にやめるるのはは難しいいいと思っている、はい、これはあの今現在普通にあの事実として思っていることなので現在形にしています。I find ははい動詞形 お酒をやめるなのでストップはいお酒っていうことは飲むことなのでお酒を飲むことだから drinking はい完全にという副詞は completely はいあでも継続中ですけどねはいまあ難しいけど継続中ですねまあだんだんできるようになってきてるからねはい はい。<laughs> ちょっと、思考が止まっちゃったんだけど。はい。ストップ、動詞、ING でなんなんすることをやめるですね。ドリンクは、名詞で飲み物とかお酒っていう意味もありますが、動詞でお酒を飲むという意味がありますね。ドリンク単体で動詞で使った場合は、お酒を飲むになりますので、お酒を飲むこと、ING がついてお酒を飲むことになるわけですね。それをやめる。completely はこれ、副詞で完全にっていう意味ですね。 はい。complete が形容詞なんですよ。AOI が付くと副詞になるわけですね。complete って完全なって意味なんですが、なんかコンタクトの洗浄液で complete っていう商品なかったっけあれ多分、なんでしょうね、あれ。えー、っと、多分、洗浄と保存液が一緒になってるんじゃないかな完全みたいな。そんな感じなんだと思うんですけど、はい。えー、完全な。AOI が付いて完全に。ということになるわけですね。 はいと。では次、3。英語の S と SH を発音するのは難しいと思っていると。確かに、これね、結構私もレッスンさせていただいてて、S と SH って日本人にとっては区別が難しいですよね。はい、ではちょっと後で一緒に練習しましょう、とりあえず。OK、I found it difficult to you。動詞は発音する。プロナウンスですね。はい、えー、じゃあ、プロナウンス書けないと。 English sound s and sh はい、こんな感じしておきますかね。はい、pronounce っていうのは、えー、pronounce、この NO の O が強いです。pronounce、えー。発音するっていう動詞ですね。英語の音、S と SH を発音するのは難しいと分かってる、思ってるってことですね。はい。 えー、じゃあちょっと練習してみましょう。なんかいきなり番外編だけど。はい、これ、sh と s が両方入った文章でよくあの英語の早口言葉であるんですね。うん、早口言葉で。で、s と sh の発音練習にちょうどいい文章なわけですよ。じゃあちょっと読んでみますね。she sells seashells by the seashore。よろしいですかはい。えっと、意味としては、彼女は売ってるよと、貝殻を海岸でって意味なんですね。 by the seashore.seashore sea って海岸のことで、by ってあの、そばっていう意味がある全地なので、まあ海岸のそばで、だから海べりで、みたいな感じですね。はい。まあ、seashells はほら、シェルセキューってあの、ガソリンスタンドあるじゃないですか。あれを思い浮かべてください。貝殻ですね。はい。えー、では、sh の発音は、あいた <laughs> 口をややすぼめて、あの、息を集めてきます。あの、ちっちゃな子供に静かにしてっていう時に、シューって言うじゃないですか。あの口の形言ってみて。シュー しますよね。静かにしてっていうとき。このシューって口、息が集まってきますよね。それが SH。シー、シーですね。ここ、シーですね。シー、シー、シー、シーですね。そして S は、S は普通の口の構えで、この歯と歯の隙間から息が漏れます。イメージとしては、タイヤがパンクして、パンクした小さな穴から、スーッと、 空気が漏れる感じ、そういうイメージなので、これが S ですね。はい、もう一回しますね。SH は子供にシュッっていう時の口の形なので、息をこう集めてきます。はい、シュッ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 、上気機関車の煙みたいな音ですね。シュッですね。S は歯と歯の隙間から空気が漏れる感じ、イメージとしてはパンクしたタイヤの小さな穴から空気が漏れるイメージ。 ですね。はい。この時、下はどこにあるかというと、下はこの、あの、歯のちょっと手前にあります。くっついてはないです。ここら辺に、この下が歯の手前にちょっとあります。そして、ですね。はい。ということで、練習してみてください。もう一度言っておきますね。She sells seashells by the seashore となるわけですね。はい。では次。Four。一人旅が楽しいと分かった。 はいその通りですね。はい、ではちょっとやってみましょう。I found it。今度は、えーとまあ、発見した、わかったっていう感じで過去形にしました。I found it exciting to はい、動詞形は一人旅するですね。旅をする travel alone はい、alone は一人でということになります。はい エキサイリングはね、ワクワク楽しいという形容詞で、これはとてもよく使えますので、もうこれお箱の単語ですね。エキサイリングは合図にも使えるし、ね、例えばお友達が、例えば I went to a hot spring last weekend. Oh, exciting みたいな感じで合図にも使えますよね。いいね、楽しいねみたいな感じですね。一人旅私大好きなんですね。もう相当言ってます。お友達とか家族とか、 恋人とかご夫婦で行くのもいいと思うんですけど、一人旅はですね、やっぱり一人旅でしか味わえないことがあるんですよね。やっぱり全部が一人だから、ね、全部一人で手配しないといけないし、やっぱり現地に行っても全てが一人じゃないですか。だから、よりこうね、現地感が味わえるんですよね。うん。やっぱローカルの方々とお話しする機会も増えたりするし、なんかね、 ちょっと違うと思います。また人と行くのと。両方いいんですけどね。はい。ぜひよかったらやってみてください。OK.5.、Okay, 英語を話すのは簡単だと分かった。はい。言ってみましょうね。I found it easy ですね。今度は。To 動詞原型は話す、speak ですね。はい。何を英語、english。はい。これはですね。えー、っと、はっきり言ってあの、 文章を短くして完璧にこだわらなかったら簡単になりますということですね。はい、ではこの言い回しに慣れていきましょう。No.1 I found it difficult to relax my arms. 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 一つ言うの忘れてたんですけど Hard、Difficult の違いなんですがどっちも難しいで使えるんですよね。で一応違いは本人がですね Hard っていうのは骨が折れると思ってることですね。Hard ってもともと硬いって意味があるじゃないですか硬いね。 硬いから骨が折れるわけですよ。労力を要するわけ、ね。Difficult は本人が技術的に難しいと思ってるっていうことです。そういうちょっとしたニュアンスの違いがあります。Okay.2.I find it hard to stop drinking completely.I find it hard to stop drinking completely.I find it hard to stop drinking completely. I 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 find it hard to stop drinking completely. 3. I find it difficult to pronounce English sound SNSH. I find it difficult to pronounce English sound SNSH. I find it difficult to pronounce English sound SNSH. I find it difficult to pronounce Ingrisound 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 SNSH. I find it difficult to pronounce English sound SNSH. I find it difficult to pronounce English sound SNSH. Four. I found it exciting to travel on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 5 I found it easy to speak English. 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 I found it easy to speak English.I found it easy to speak English.I found it easy to speak English.Okay! 今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye!